グレゴリ父の聖火、ゴリツヤで行われた、グレゴリ父の葬式、シモン・グレゴル父は、スロベニアの詩人、司祭である。スロベニアで最初に、現実主義の序上詩と一番多くのメロディー的な詩を、考えた。グレゴル父は、ゴリツヤとグラディスカ軍のソチャ川の上流にある、小さな村ブルスノで生まれた。1851年、彼は、リブシニエの小学校に通ったが、 五立屋の学校に転校した。1852年だった。高校を卒業後、彼は五立屋で神学校に入った。1867年10月27日に任命されて、1868年9月にコバリドの牧師になった。そこで彼は文学作品を書き続け、1871年に友達グルンタルイグナチと一緒に、 公衆閲覧室を設立した。1873年、彼は、ビッパーアーバダニノリフヘンベルクに移った。その後、彼は引退する前にもう何回か移った。1903年、彼は家を売って、孤立屋のアパートに引っ越しした。1906年、亡くなった。学生の時、彼は多くの文芸雑誌に掲載された叙情的な詩を書き始めた。彼は、 ロマンチック的な詩の形式に触発された様子が彼の作品から見られる。主に彼は愛、愛国心、生命の物語の詩、さらにいくつかの壮大な詩を書いていた。彼の詩の形式は、例えば、そっちは、そっち側に捧げる、愛悼の詩であり、愛国心の詩である。また、クロピテネイスメムのような愛の詩もあった。そして、他の形式も書いた。 重要な作品は、チュロベカニカール、イエテガプティチャトジュバ、モイチュルニプラッシュ、ベセリパスティール、ナザエビプランニスキライ、オイキである。最初の作品集、ポエジア1は、大変人気が出た。それから6年後に、2つ目の作品集、ポエジア2は発売された。1902年、3番目の作品集、ポエジア3発売され、1908年、4番目の、 作品集、ポエジア4は、彼の死後に発売された。彼の作品に影響を与えた人物、フランチェスコ・ペトラルカ、バレンティン・ボドニック、ヨシプシュトリタル、フランツェ・プレシェレン。ありがとうございます。